生後15日目のうずらでございます。だんだん日にちのカウントダウンがわからなくなってまいりました。うずらでございます。さっきまで寝てたんだけど、私がね来ると起きます。なんかくれんだろうみたいな。寝る前にナッパ食べて、結構ねくつろいで足をこれ出して寝てたり、もう最近はねこのハムスターの小屋の中に1羽が独占して入って足伸ばして寝てるっていう。あー羽が、まだ入れる感じ。ここでね誰にも邪魔されないで寝たいタイプと、みんなが起きてても爆睡するタイプの子といます。さっきこの上からなんかね足を踏み外して落ちたっていうシーンがあって、結構あはっとかって、今日は歩行、これ飛行訓練っていうのかな、飛ばしてね一夜一夜どれくらいのね飛ぶ跳躍力があるかとか、あとは一人一人砂浴びをさせたりとかですね、いろいろ一人一人マンツーマンにいい子いい子一人一人結構ね何分ぐらいかな、結構時間かけていい子いい子してたので、すごいなんかねほっぺたのなんかこうストローっぽい毛が抜けたりとかして、結構ね顔がホワホワしてます。もうそのなんか鳥の性格、うずらの性格がすごくね出てて、ものすごいなんか懐いてくれてる子と、なんかこの集団に戻りたい子と、あとなんか見ます。もう生まれた時から一緒にいるんで別にって感じで、うずみがねこっちを見てね、この子たちのところにこうやって来たらもしかしてワンチャンミルワームもらえるんじゃないのみたいな感じで、もうなんか、はい、うずらはだいたいどれくらいかな、1週間、まあ、毎日毎日卵を産むっていうわけじゃなくて、ちょっとね1週間に6個とか、まあ、毎日っていう感じじゃなくて年間365日あったら200個ぐらいとかっていうね、ちょっとね産まない日があったりとかするんですけど、うちの泉は一応なんかこうちょっと周期が遅れて、今日は先ほど産みました。神秘です。うずらがだいたい150g ぐらいで、卵が十何 g とかあるんで、結構人間からしたらものすごい、なんかこれ毎日出産してるわけだから、どっからこんなとこかどっから出てくんのっていうくらいの、まあ、人間からしたらうずらの卵ってねちっちゃいんですけど、うずらからすると結構なね大きさなんですよ。よく出てくるなと思って、カメラをこう仕掛けて、なんだろう、産んでほしいって、産む瞬間とかを撮りたい見たいとかって思うと産んでくれません。結構デリケート。何そんなとこつついてんの。
どうしたの？結構大きくなってきましたよ。もうね、羽のこの辺とかもうずらって感じ。この頭のまだここの部分、まだなんかひなっぽい感じがちょっと残ってるんですけど、この羽の部分とかはもう完全に、おお、伸びた伸びた、セクシーポーズセクシーみたいな。これくつろいでます。これこのままね寝ちゃったりとかもしますね続かれて邪魔され結構足ブワーって伸ばしたり、羽をブワーって伸ばしたりしてね、うん、寝ます。もう多分集団じゃなかったらそのまま足バーって伸ばして寝たりとか。ほんとよく食べる。でも可愛い。どうしたの？こっち見てんの？眠いのも似合うね。寝なさいよ。もう今日は何ももうあげませんよ、夜だから。あ、踏んでる踏んでるわ。15日目ぐらいなんで、そろそろ小学校6年生とか中学生ぐらいの、この子はもう眠いみたい。でも寝てるのに誰か来て起こされるってかわいいもん。つつかれて起こされるって。寝たいのよ。マイペースに餌食べたり水飲んだり。とにかく8話なんでね、結構もうまだそれぞれの全員の名前が一致しない。こんな邪魔してる。眠い中の寝かせろ。これね、不思議と全員寝るときは こんなに広いさ場所があるのにもかかわらず、ここにみんなここに集まってこう整列して重なって寝たりとかするんです。ただ私が近づくとみんな起きちゃうんで、その場面はなかなか撮れないんですけど、寝てるときはこの辺に。え、で、ちょっと、つかない。見る場面持ってないから今。持ってない。でももう、こう来るともう見る場面だっていうのが、もうね、頭いいんだよ、うずらって。もうこの子なんか多分もう、私から、手から何回も見る場面もらってるのを覚えてて、もう、手前でスタンバってて、こんななんか、手なんかかざそうもんなら、くれんのみたいな。
ちなみにこっちの上では太郎が寝る準備ですね。こっちはうずみが、みんな寝る準備に。ぜひあのこれ1日目くもこの中割って入るっていうさ、これ寝てんのに踏んづけるっていう、全く寝てると踏まれるっていう。なんかね、あのだんだん固まってきてるんだけど、こっち側に、こっち側に少しでも私たちがいる方向のところにこう集まって寝るんです。これ最後こっちに集まって、蜂は集まって寝ます。その寝るところがまた、いやみんな固まってると思って可愛いんですけど、私がいるからまだ寝ない。しかも寝てんのに踏んづけてるっていう。頭いい、本当に水がここにあるっていうのも分かってて、餌も分かってて、これもね、もうね、寝ますよ。眠いから寝てる子もいるぐらいだから、こっちにみんな集まって、こっちにみんな集まってきて、はい、もうおやすみね、おやすみなさい、はい、おやすみ。みんな来ました。あれ、一羽なんか食べてるけど、みんなこっちに集まってきて寝るんです。はい、おやすみなさい、おやすみ。バイバイ。